き相手が妊娠したことを報告してきた夫に慰謝料を請求した結果、とんでもない勘違いをしていたことが発覚し、私はアパレルブランドの社長をやっています。最近はインスタなどの SNS を使って売り上げを伸ばすことに成功し、急成長中の注目ブランドだなんて取り上げられたり、世の中では成功した女性だとか勝ち組なんて言われ方をしてるみたいです。そんな華やかな女社長とは別に、裏を返せば旦那に浮気され、離婚に向けて話し合い中という闇の部分を持っています。旦那は明るくて楽しい人でした。一緒にいると元気が出るし、私が当時始めたばかりのブランドに苦労している時も前向きに応援してくれました。優しくて誠実で、この人とは結婚してもいいと思ったのが大きな間違いでした。結婚して分かったことは、明るいとか前向きという表現は間違っていて、ただ能天気でいい加減ということ。私の悩みも真剣に聞いていたわけではなかったと気づいた時にはすでに遅かったようです。彼は私の給料で遊びまくるだけでは飽き足らず、浮気までするとんでもないダメ男でした。曲がりなりにも私は会社の経営者で、それなりの収入がありました。一方の旦那はというと、私の給料を当てにして生活していたこともあり、バイトやフリーターと同じぐらいの給料しかもらっていませんでした。旦那の仕事はフリーのデザイナーで、出会った頃はギラギラしていて、俺は将来日本を背負うデザイナーになるんだ、などと言っていたこともあります。しかし私と結婚してからは、いいよ、仕事なんて適当にやっとけばが口癖となり、昼間は家でゴロゴロするようになった。そして夜になると、ちょっと付き合いがあるからと言って飲み歩く日々が続いた。あまりにも家に帰ってこないので怪しいと思い、更新所に依頼してみると、あっさりと浮気が発覚した。きっと外で遊びまくっているのだろうとは思っていましたが、ちゃっかり浮気までしているとは。一通り証拠を集めてから、写真や音声データをまとめて夫に見せました。すると夫は、参ったな、ちゃんと言わなきゃとは思ってたんだけどさ。とあっさり認めたのです。理由は私が忙しくて一緒にいる時間が少なく寂しかったとか、収入に格差がありすぎて惨めだったとか色々ありましたが、どれも浮気とは関係ないような。浮気相手はまだ20代の若い女の子で、飲み屋で知り合って夫の方から誘ったとのこと。デザイナーという肩書きやカードで何でもおごってくれる夫に浮気相手は惹かれたのでしょう。夫が反省し、改心する気があるのなら、私は今回だけは許すつもりでいました。ところが夫は、そんな私にとんでもないことを打ち明けてきました。実は、浮気相手を妊娠させちゃったんだ。私は耳を疑いました。なんてバカな男なのだと、私は心底呆れてしまいました。ちなみに私たち夫婦に子供はいません。私の仕事が忙しいので、生活のことを考えて子供はもう少し後にしようと二人で話していました。妊娠のことを聞いた瞬間、この夫のことはどうでもいいと思いました。さっさと離婚して人生をやり直したいとすら考え始めました。付き合っていた頃に夫が、大丈夫、なんとかなるよ。などと言った私の背中を押してくれた言葉は、今思えば無責任で適当で何も考えていなかったのだとわかると、もう顔も見たくないと思うほど嫌になりました。今住んでいるマンションも私が購入した家に夫が転がり込んできただけなので、荷物をまとめてすぐに出てけとだけ言って夫を追い出した。去り際に、後日離婚について話し合いましょうと言うと、夫はブツブツと文句を言いながら出て行きました。おそらく浮気相手のところに転がり込んだのでしょう。夫が出て行ってから一週間後、夫と浮気相手と私の三人で離婚について話し合うことに。私たち夫婦には子供がいなかったので、さっさと別れてすっきりさせたいという気持ちがあったので、揉めたりせず穏便に済ませようと思っていました。待ち合わせ場所にやってきた夫と浮気相手の若い女は、なぜか楽しそうにしていて申し訳ないという気持ちが微塵も感じられませんでした。本当に離婚の話し合いをしに来たのかと勘違いするほど、堂々とした態度にも見えました。浮気相手の女性は若さを前面に出してきて、明らかに私のことをおばさん扱いするような目で見ているのが無性に腹が立ちました。それと同時に、こんな小娘に本気になるような夫と結婚していた自分にもがっかりしました。話すだけ無駄なので、さっさと帰って新しい生活を始めたい気持ちがますます強くなりました。
まずは私が用意した離婚届に夫がサインをしたので、慰謝料のことだけど、と切り出すと、旦那と浮気相手の女の顔色が変わりました。そうだな、これからのことを考えると俺の収入も不安定だし、こいつは妊娠中で働けないし。と、なぜか嬉しそうな顔で語り出しました。そうだよね、あんたの収入は期待できないし、マンションは私名義だし、私への慰謝料を払う余裕はないか。悔し紛れのつもりで言ったのですが、夫はなぜか目を丸くして固まって動かなくなりました。いやいや、生活費とかどうするんだよ。珍しく私の生活の心配をする夫に驚きました。もらうものをもらったら生活は自分で何とかするから大丈夫、むしろあなたがいない方が出費も少ないし。そうじゃなくて俺の分は？言っていることが全く理解できず、しばらく沈黙が続きました。はぁ？だから俺の分、俺の収入だけじゃ生活できないよ。常識的に考えてよ、浮気された側が慰謝料をもらうのが当たり前よ。そもそも慰謝料の意味わかってる？どうやら夫は離婚すると経済的に安定している方が慰謝料を支払うものだと本気で思っていたらしい。浮気相手は夫の隣で私を睨みつけていました。いい、浮気した側が離婚の原因を作ったのよ。だからあなたたち二人に慰謝料を請求するから。そう言うと夫は慌てて、そんなの嘘だとわめいたので、話にならないと思った私は、この話は弁護士を通して話し合いましょうとだけ言ってその場を後にした。すると背後から、あんたがお金もらえるって言ったのにどうしてくれんのとブチ切れる浮気相手の声が聞こえてきましたが、無視して速やかにその場を後にしました。その後、私は仕事が多忙なこともあり、弁護士に一任して離婚調停を進めてもらうことに。浮気が原因の離婚だなんて私のプライドをズタズタにされたので、弁護士に一切の妥協を許さないようお願いしました。弁護士からの報告では、どうやら夫と浮気相手は慰謝料をもらえると思っていたのに当てが外れたことでかなり揉めたようで、結局破局したようです。破局した途端夫は復縁要請してくるようになりましたが、もちろん無視。弁護士から内容証明を旦那と浮気相手の両方に送ってもらい、慰謝料は無事に支払われました。元夫は離婚が原因で仕事へのモチベーションがガタ落ち、今は雇われの身となり血眼になって仕事をしているのだとか。私はというと、夫と離婚したことで出費がなくなり生活が潤いました。近いうちに友人と海外旅行にでも行こうと計画中です。続いてのお話がこちら。私には8年前に結婚した夫と7歳と6歳になる娘がいた。その日、夫が子供を見てくれると言ってくれたので、友人のアスカとファミレスへ食事に出かけた。久しぶり。久しぶりだね。子供たちが大きくなってきたから、最近は夫の方から子供の面倒を見とくから、友達と遊んできたらとか言ってくれるの。めっちゃいい旦那さんやん。でしょ？とはいえ、これまで。男の俺に世話は無理。と丸投げされてばかりで、それは大変だった。でも最近は違った。率先して子供の面倒を見てくれてるようになったので、ようやく私は一人で外出できるようになった。その友人と食事をするのは久しぶりで、お互い近況を話しているととても盛り上がった。その時だった。不意に友人が私の後ろを見て黙り込んだ。見て、あれ？そう言うと友人はおもむろにバッグから鏡を取り出し、私の前に置いた。そこには私の後ろ側が映っていたんだけど、鏡にはなんと夫と子供たちと見知らぬ女の姿が。知ってる人？知らない。そんな中、夫の隣にいる派手めでぽっちゃりな女性の声が店内に響いた。しほちゃん、何でも好きなもの食べていいのよ。本当に？お前はいつも太ってるからって口うるさく言われてかわいそうだからな。ええ。子供は丸くて少しお肉がついてる方が可愛いわよ。ひどいお母さんね。そうなの、あんな人大っ嫌い。確かに娘のしほは初孫だったこともあり、器用心が甘やかしてよく食べさせていたので、今でもとにかくよく食べ、私に隠れて夫からお菓子をもらっていたため肥満気味だった。学校から指摘を受けたので、しほはちょうど食事療法をしているところだった。楽しそうにしている3人に対し、妹のレナだけがいないもののように扱われていたので、たまらず立ち上がると友人が。待って、今は抑えて。
せっかくだからできるだけ証拠集めた方がいいよ。と言ったので、少し冷静になろうと思い、とりあえず席に座った。そしてスマホを取り出し、録音を開始した。お腹すいた。鶏ガラみたいなパンからどうせ食べきれないでしょ。残すぐらいなら最初から食べなくていいわよ。ああ、でももし私のことをママって呼べたら食べさせてあげてもいいけど。でも、じゃあいい。うるさいから水でも飲んでおとなしくしてなさい。そう言うと女は水が入ったコップを四つレナの前に置いた。水って体にいいんだよ。前に寝る前にお菓子を食べようとしたらお母さんにお菓子は体に悪いから水にしなさいって言われたもん。ええ、何それ、ほんとそれひどい。子供なんだから好きなもの食べていいのよ。女はいい加減な主張をドヤ顔でしていた。でもこの女の体を見れば食べたいものだけ食べて生きてきたのだろうと納得できた。その後も録音されているとも知らずにどんどん証拠をさらけ出す夫。すると次の瞬間、浮気相手がとんでもないことを口にした。ねえ、やっぱりしほちゃんだけ引き取って一緒に暮らそう。私たちならいい家族になれるはずよ。そう言うと目が輝き出したしほは、本当のママになるんだ、やったー、信じられない、嬉しいと言って喜んだ。じゃあしほの親権は俺がもらうよ。理由は何だろう。しほへの虐待とか、これでしほへの慰謝料ゲットだな。その言葉が決定打だった。私はスマホを録音状態にしたままポケットに入れ、夫たちのテーブルの前に立った。わ、お前なんでここに、何してんだよ。え、誰？妻だよ。え、へえ、こきなが噂の？浮気相手は反省している様子はさらさらなく、私の怒りは極限に。しかし、ここは子供の手前を突き払ったふりをして、後日お話ししましょう。さあ帰るわよ。とだけ言って子供たちを連れて行こうとすると、しほが、ママと一緒にいる、あんたのところには帰らない、と言ったのだ。夫が甘やかしてこうなってしまったのは重々承知している。それでも私は娘に拒まれたことが悲しかった。しかしレナは私にこう言った。私帰る。お母さんが作ってくれた唐揚げやカレーが食べたい。私は夫と浮気相手の方を向き、ごゆっくり、と笑顔で言って店を出た。友人は、落ち着いたらまた連絡して、と言ってそのまま別れた。帰ってからも、レナは私に気を使っているのか、普段通りに明るくしていてくれたので、それが逆に切なかった。帰宅して食事を終えても、夫と志保は帰っては来なかった。寝る前になって、お母さんとお父さんと離婚するの？とまだ幼い娘に言われた。どうして？と聞くと、あのおばさんと一緒に暮らすのは嫌、あと、おばさんと一緒になっていじめるお父さんもお姉ちゃんも嫌、と涙ながらに言った。私が外出してる間、夫は女と会い、レナだけがずっと嫌な思いをしてきたんだ。そう思うと、自分が情けなくて悲しい気持ちになった。そこからの私の行動は早かった。離婚に向けての両家の話し合いが始まった。その話し合いの席には、あの時の浮気相手の姿が、ドヤ顔で夫の隣に座り、レナへの虐待の事実を知った私の両親から睨まれ続けていた。しかも夫はここに来て、ファミレスでその日偶然会った。と自分は浮気してないと主張し、女もそれに同調した。あの場にいた娘たちは別室で私の母が面倒を見ていたので、まかり通ると思ったのだろう。むしろ子供をほったらかしにしてあなたは何してたの？浮気相手が私を悪者にしようとしたので、私はあの時録音した音声を再生した。すると義両親は動揺し、私の両親は激怒した。その時だった。トイレに行くと嘘をついて浮気相手に会うために部屋に入ってきた志保が、私ずっとママと暮らしたかったの、お母さんいらない、と言って浮気相手に抱きつき、ドヤ顔で私を見ていた。これで全ての証拠が揃い、義両親、私の両親ともに夫と浮気相手に激怒、その場で離婚することが決まったのだ。その後、私はレナを引き取り、実家で暮らすことになった。あれから12年、レナも大学生になる。レナが無事に成長し、すごく嬉しかったが、私は志保のことも気になっていた。そんなある日、デートに出かけたはずのレナから、着信があり、出てみると、多分お父さんとお姉ちゃんっぽい人が来て大変なの、と慌てた様子。私は急いで言われた場所まで駆けつけると、そこには丸々と太って頬が黒ずんでいる中年男性と、同じく太って足にサポーターをつけている女性の姿が、二
二人はレナと彼を囲んで大声を出していた。よく見るとそれは間違いなく、夫としほだった。そして、なんでレナなんかにイケメンの彼氏がいるの？なんであんたばっかり綺麗になってるの？意味わかんない。と、反響欄のしほがレナにつかみかかろうとして彼に止められていた。私が急いで駆け寄ると、しほは私の顔を見て泣き崩れ、それを見た夫が説明し始めた。嫁は数年前に高血圧が原因で突然他界したんだ。嫁家族も両親も同じように他界したし、俺両親はあの離婚以来音信不通。でも俺、糖尿病で失明寸前で仕事もできないし、志保は高校時代にいじめにあってからおかしくなって。と勝手に語り出す夫に、それ私に関係ある？と聞いてみた。すると夫は、なあ、俺と再婚して食事療法やってくれないか？野菜も食べるし、もう浮気しないからさ。と言った。残念だけど、私の方はもうその気全くないから。愛情なんか、とっくの昔に消え失せたし。お願い助けてよ、実の娘じゃない。志保のあまりにも身勝手な言い草に、とうとうぶち切れた私は、都合の良い時だけ、私の子供にならないで、あなたはあの時、私のことを散々馬鹿にして、拒絶したでしょ。とついつい大声を上げてしまった。私と夫、志保が言い合いになっている間レナと、彼氏が警察に通報してくれて、二人は不審者扱いされて、パトカーで連行された。このことで私はようやくわかった。娘だからって何をしても、無条件に許されるわけではない。あの時、浮気相手の手を取った時点で、私の中では、志保も他人になっていたということを。